タスキキー実験の被験者から採決する医師タスキギー、梅毒実験こと、タスキギーのニグロ男性における無治療状態の梅毒の研究は、アフリカ系アメリカ人の人口比率が、現在も圧倒的多数を占めるアラバマ州のタスキー儀で、アメリカ公衆衛生局が主導し1932年から1972年まで、実施された梅毒の臨床研究である。 医療倫理的に大きな問題を抱えており、これは非倫理的な人体実験の一つとされている。この研究調査の目的は、梅毒を治療しなかった場合の症状の進行を長期にわたり観察することであった。この研究に参加した黒人男性には、連邦政府が提供する医療が無償で受けられると説明されていた。アメリカ公衆衛生局は1932年に、 この研究を開始した。実験に協力したタスキギー大学は、いわゆる歴史的黒人大学であった。被験者として登録されたのは、アラバマ州、メーコン軍の貧しい黒人、オザクミノリたち600人である。彼らのうち399人は実験開始前から梅毒に感染しており、201人はこの病気にかかったことがなかった。この実験に参加したものには、 その見返りとして医療だけでなく食事や葬儀費用が無償で提供された。6ヶ月だけと説明されていた実験は実際にはその後40年間にわたって継続された。もともと観察期間後には治療が行われる予定だったがそのための資金提供は研究開始直前に打ち切られた。参加者たちには実際には治療が受けられないという説明もないまま実験は 続いた。そもそも梅毒に感染している男性の中で、それを診断結果として告知された者は一人もいなかった。それどころか抗生物質が梅毒の治療に有効だということが証明されてからも、ペニシリンの投与を受けた者は皆無だった。アメリカ疾病対策予防センターによれば、参加男性たちは梅毒や貧血、倦怠感など様々な症状を表す。 悪い血液の治療をしていると説明されていた。悪い血液とは、それが含意する、あらゆる病の集合体であり、アメリカ南部の黒人社会においては、最大の死亡原因を指す言葉として知られていた。この40年続いた研究は、その非倫理性から激しく批判された。研究者たちは、まさに自分たちが研究している、この病気について1940年代に、ペニシリンが、 治療方法として有効であるということが発見されて以降もあえて被験者には適切な治療を行わなかったのである。1947年にはすでにペニシリン投与が梅毒に対する標準医療になっていたことを考えればこの研究に参加していた医師には2つの選択肢があったと言える。梅毒患者全員を治療してしまい、研究を終了するか比較群を設けて ペニシリンの治験として実験を継続するかである。実際にはタスキギー大学の研究者はペニシリンの在庫もそれを患者に投与した場合の情報も持ちながらどの被験者にも治療を行わずに実験を続けた。さらにメーコン軍の住人であれば誰でも利用可能な梅毒治療プログラムについても被験者が参加しないように情報の遮断が行われていた。この研究は 数え切れないほどの公衆衛生局の職員が入れ替わりで監督者として関わりながら1972年まで続いた。この年の11月16日にその瞑想を暴露する内部告発者ピーター・バクストンが現れマスコミにリークを行った結果ようやく研究はその終わりを迎えた。実験の被害者は少なくなかった。に感染し亡くなった無数の男性。 夫を介して梅毒に感染した40人の妻、先天梅毒で生まれてきた19人の子供たちは、いずれも黒人であった。その後のアメリカでは、臨床研究における被験者保護に関する法規制に、大きな変化がもたらされ、インフォームドコンセント、診断についての双方向的コミュニケーション、実験結果の正確な報告が、臨床研究に求められるようになった。 このタスキギーの梅毒実験はアメリカ合衆国の歴史上おそらく最も忌まわしい生態治療の研究実験と言われることもあり結果として1979年のベルモントレポートや被験者保護局の設立につながった研究調査において被験者となる人間を保護するために知見審査委員会を設けてアメリカ合衆国連邦政府による法規制を強化する動きも この梅毒研究から生まれた。被験者保護局はアメリカ合衆国保健福祉省が直轄する組織であり保健福祉省が実施、助成する臨床研究につきその監督を行っている。1997年5月16日にはアメリカ合衆国大統領のビル・クリントンがこの実験の被害者に対して合衆国を代表して公式に謝罪を行った。医師も職員も 大半は単に仕事をこなしただけだ。命令に従っただけの者も,もいれば、科学の栄光のために仕事をした者も,もいるという話に尽きる。ジョン・ r ール・ヘラー・ジュニア、公衆衛生局性感染症対策課長1928年のノルウェー人研究者によるオススロでの実験結果として、数百人の白人男性を対象とした梅毒に感染して、 なおかつ無治療であった場合の病理学上の兆候について報告が行われた。この研究は、いわゆる、後ろ向き研究と呼ばれるもので、すでに梅毒に感染しているが、一定期間それを治療せず放置していた患者の経過から過去の情報をつなぎ合わせるように収集して調査するものである。採決される被験者アメリカ公衆衛生局の性感染症対策課は、 1932年に梅毒の研究グループを立ち上げている。プロジェクトメンバーたちは、このオスロでの調査を踏まえて、それを補完するために、前向き研究を実施することにした。この研究に関わった研究者は、被験者となる黒人男性に不都合が生じることはないと考えた。なぜなら彼らはそもそも梅毒の治療とは、縁がなく、教育をこれ以上施しても、 生まれつきの性欲が減退することはないであろうからである。研究が始まった頃でさえ医学の教科書であれば大抵梅毒は必ず治療するようにと書かれていた。当時の一般的な治療方法はヒ素療法や606号の投与などであった。研究者はこの調査で得られた知見は全人類に利益をもたらすと自分たちの行為を正当化したが、 適切な治療法が確立されてからも医師たちは被験者にそれを施さずにいたため結果的に男性たちに危害を加えていたことになる。後にこの研究は医療の歴史の中で最も長期にわたる治療を伴わない人体実験とも評されることになった。タスキギー実験の創始者としてタリアフェーロ・クラークという男性の名が残っている。 クラークが初め掲げていた計画は、梅毒に感染した黒人男性の集団を6ヶ月から9ヶ月の間、無治療の状態において、その自然な経過を観察し、その後に第二段階として彼らの治療を行うというものだった。公衆衛生局を代表して、クラークは、タスキギ大学とアーカンソー地方公衆衛生局に協力を要請した。 他の研究メンバーが被験者を騙すようなやり方で実験を進めようとしていることに気づいたクラークは一定期間を超えて継続的に実験を行う計画には反対した。彼は研究が始まった年に公衆衛生局を辞任している。アラバマ州メーコン軍で行われたこのタスキギー実験を考えた人間としてよく名前が上がるのはこのクラークだが トーマス・パーランジュニアも少なくとも同程度にはこの無治療の実験というアイデアの発案者ということができる。ニューヨーク州の衛生局長であったパーランはローゼンウォルド基金の依頼を受けてアメリカ南部の6州で基金が実施する調査実証プロジェクトの事前影響評価を行った。彼の評価コメントには次のような提案も含まれていた。 治療の影響を受けていない梅毒の自然な経過を、ニグロ人種で研究したいのであれば、この群、メイコン、は、ロケーションとして、理想的でしょう。オリバー・ウェンガーもともとこの梅毒研究は、6ヶ月にわたって、メイコン群の住民を対象に梅毒にまつわる、病理的な要因の分布を調査する、記述疫学研究としてスタートしていた。当時は、梅毒の影響範囲は感染者の人種によって、 異なると考えられていた。黒人について言えば、医師たちは中枢神経系よりも心臓血管系の方が影響が大きいと考えていた。はじめ、被験者は6ヶ月から8ヶ月の診断を受けたら、その後はサルバル酸や水銀、ビスマスの投与など当時一般的だった治療が施されることになっていた。しかしどの治療薬もせいぜいが、 それなりに効果を有するという程度で、むしろどれも毒性が高いという欠点があった。タスキギー大学は当時から研究に関わっている。参加を決めた大学上総部のみたところ、この地域の貧しい人々に医療を提供するという志がこの研究にはあった。タスキギー大学附属のジョーン・アンドリュー病院も公衆衛生局のために医療施設の使用に便宜を図り、 地元の黒人医師たちも同様にこの研究に協力した。ジョン・アンドリュー病院の院長も黒人のユージーン・ディブルであった。アーカンソー州ホットスプリングスにある地方、公衆衛生局の性感染症指導所の所長であったオリバー・アウェンガーと彼の部下は、梅毒実験の初期における研究計画の策定において、中心的な役割を果たした。 後にタスキギー実験が長期間にわたり治療のための資金が尽きたために無治療のまま経過観察だけを行う計画に修正された時もウェンガーはプロジェクトチームに助言を行うなど協力を続けたこの研究における現場のリーダーにはレーモンド・ボンダーレアが任命された彼はこのプロジェクトにおいて長期にわたって追跡調査を行うという方針を後押しした 人物でもある。脊椎選手を受けることについて、被験者からの同意を得るために、ボンダーレアが取った方法とは、この診察を特別な無償の治療の一環として行うというものだった。診断結果は、被験者に明かされなかった。抗生物質のペニシリンが梅毒を治癒する効果を持つことが初めて示された直後の1943年、ボンダーレアは、 性感染症対策課の課長を辞任している。医療倫理は研究の開始当初から10分に考慮されていたとは言いがたく、それ以降も急速に直ざりになった。しかし、タスキギー大学とつながりのある黒人の医療従事者や教育者には、この実験の実施や研究の進展に一定の役割を果たす、要公衆衛生局に要請を行う者もいた。そういった人々が、 この研究全体をどの程度まで理解していたのかについては、いずれにせよ明らかではない。公衆衛生局は、タスキギー大学の黒人医師に、予算や雇用を条件に研究への参加を依頼し、研修医にも被験者の継続的な実験参加を奨励させるよう求めた。当時のタスキギー大学の学長であったロバート・ルッサ、モートンと大学付属のジョン・アンドリュー病院の院長であった。 ユージーン・デーブルの二人は、この政府公認の研究に、自分たちの権限や、大学のリソースを惜しまなかった。性看護師のユーニス・リバースは、タスキギ大学で教育を受けた後、付属機関であるジョナ・アンドリュー病院で働いていたが、彼女は研究の開始にあたり、実験に参加する人間と、主な連絡を取り合う役目に抜擢されている。リバースは、メコン軍出身の黒人であり、 被験者とのコミュニケーションの柱に据えられ、彼らが実験に前向きになる、洋一人数とと信頼関係を築いた。ボンダーレアも、リバースが地域の黒人社会と密接な関わりを持っているという理由で彼女を推薦していた。1930年代の大恐慌時代の最中に行われたこの実験の被験者には、まともな医療を受けられない貧しい仮想階級の黒人が集められていた。 そんな彼らの誘い文句に使われたのが実験に参加するとミスリバースの小屋に行けるという特典だった。すなわちタスキギー大学で無償の健康診断が受けられるということであり、病院へは往復ともに無料で診断がある日は温かい食事も出るほか、ちょっとした病気ならば無償で治してくれるという振り込みであった。すべての被験者は 葬儀費用の助成を受けるため、死後に検視を受けなければならなかった。治療ではない上に危険で痛みを伴うが、診断上必要な脊椎選手を受ける男性を確保するため、医師たちは特別に無償の治療を受けるラストチャンスと題したミスリーディングな手紙を400人の被検者に送った。リバースは医療リソースの有限性も考慮しつつ、実験に参加することは、 被験者たる男性にとってリスクより利益の方が大きいと考えた。研究が長期化してもリバースが実験から離れることなくむしろ中心的な役割を果たすようになった。本省や地方あるいは現場の公衆衛生局職員や医師、研究者、短期の政治任用をされた役職者などが時が来ると職を辞していったのとは対照的にリバースは タスキギー大学に泊まり続けた。彼女はこの40年にわたる研究プロジェクトにおいて最初から最後までスタッフとして参加した唯一の人間である。実際1950年代までリバースはこの実験において中数メンバーの看護師の一人であった。彼女が被験者たちと個人的な関係を築き、その人となりについて知識を持っていたからこそ、 長期間の追跡調査を維持することが可能になったのである。看護師であり研究のコーディネーター役となったユーニスリバース本部をシカゴに置く有名な慈善団体であるローゼンウォルド基金は南部諸州における黒人の教育と社会発展のために尽力しており病人についても定期的に治療が受けられるよう費用の資金援助も行っていた。かつては 公衆衛生局と共同でミシシッピ州のデルタパイランド社で働く2000人を超える黒人労働者を対象に梅毒の感染率を調査したこともあった。さらには梅毒検査において陽性であった25%の労働者に治療が受けられるよう支援も行っていた。1929年の株式市場の大暴落をきっかけに 世界恐慌が始まったことで、ローゼンウォルド基金は、この研究に提供していた資金の引き上げに動いた。タスキギー実験の責任者は、それが研究を誤破産にしかねないという最終報告書を提出している。研究の後半にあたる治療の段階で使用する医薬品を購入する予算が打ち切られてしまうからである。梅毒に有効な治療薬としてペニシリンが発見されてからも、 被験者たる患者たちに治療を行うことをせずに実験は続行された。被験者の多くには嘘が教えられ、また投薬されたのもプラシーボであったため、研究者たちはこの重大な病気の経過を全体的かつ長期的に観察することができたのであった。タスキギー研究の最初の臨床データは1934年に公開され、1936年には最初のまとまった 報告書が上司された。この時はまだ安全かつ有効な梅毒の治療薬としてのペニシリンが発見される前だった。この研究が実施されている間、医学界には継続的にレポートとデータの提出が行われており、何ら秘密の実験ではなかった。1943年、連邦議会をヘンダーソン法が通過し、性感染症の実験と治療はこの、 公衆衛生法による規制の対象となった。1940年代の後半にはアメリカ中の医師、病院、保健所は梅毒と診断した場合はペニシリンで治療することが一般的になっていた。しかしたスキギー実験では病気に感染しても治療を行わずに観察を続けることがまかり通っていた。被験者たちの集合写真第二次世界大戦中には 被験者のうち250人が兵役に登録された。その後彼らは徴兵検査場で梅毒と診断され、軍に入隊するまでに治療を受けるように指示された。しかし、公衆衛生局の研究者はそれを妨害しようとし、当時の担当者による今のところ陽性とわかっている患者は治療を受けないようにしているという発言も記録されている。それにもかかわらず、 1963年に行われた再検査では最初の被検者90人のうち96%が他の機関が提供するヒ須かペニシリンによる治療を経験していることが分かった。1947年にはペニシリンの投与が梅毒に対する標準的な治療法として確立されていた。アメリカ連邦政府は様々な医療プログラムを準備し、 この病気を撲滅するための緊急治療センターを設けた。性感染症の撲滅キャンペーンは、メーコン軍でも行われたが、研究者たちは自分たちの被験者がそれに参加することを妨害した。内部告発者となった元公衆衛生局の性感染症調査官だった、ピーター・バックストン実験を生き延びたチャーリー・ポラード、タスキギー実験に初めて反対の声を上げたのは、 医科大学を卒業してから4年しか経っていない若いシカゴの医師であるアイーウィン・シャッツであった。1965年、シャッツは医学雑誌に掲載されたこの実験に関する論文を読み、著者たちに直接手紙を書き、彼らがやっていることが非倫理的で恥知らずな行為だという意見をぶつけたのであった。著者の一人であったアン・ヨブスは、シャッツの手紙を読んだが、すぐに無視を決め込み、 変身不要という短いメモをつけてしまい込んだ。1966年にはカリフォルニア州で公衆衛生局の性感染症調査官をしていたピーター・バックストンが性感染症対策課の課長にこれ以上タスキギー研究を続けることの倫理性や道徳性を懸念する手紙を書いている。当時この研究を管理していた疾病対策予防センターは この研究調査が完了するまで継続することの必要性を改めて確認するだけだった。この完了とは被験者が全員死亡し解剖を受けることを意味した。その姿勢を後押しするように疾病対策予防センターの研究継続のため全米医師会の地方支部やアメリカ医師会は公然と支援活動を行っていた。最終的にバクストンが マスコミに話を持ち込んだのは1970年代だった。1972年7月25日、タスキギー研究を取材した AP 通信のジーン・ヘラーが書いた記事がワシントンスター紙に掲載された。翌日にはニューヨークタイムズが一面に記事を掲載し、その存在が国際的な注目を集めた。内部告発者となったピーター・バックストーンは以前に 公衆衛生局で性感染症の調査官をしており、部局内でこの研究について講義を行ったが聞き入れられず、ワシントンスター氏とニューヨークタイムズ氏に情報を提供したのだった。公衆衛生局のジョン・ヘラーは研究の後期において本局を指揮していたが、この実験は十分に倫理的であったと釈明を行っている。曰く研究が長期化すればするほど我々が 最終的に導き出す知見は優れたものになる。また、作家のジェームズ・ジョーンズもヘラーの記事にこんな試験を述べている。男性たちの身分から言えばその倫理を問う議論をすべきだという根拠は見当たらない。彼らは被験者であって患者ではない。臨床研究の材料であって病人ではないのだから。上院議員のエドワード・ケネディが議会長門を呼びかけ、 そこで、バクストンと教育副首相の職員は、証言を行った。世間から激しい抗議を受けたことを受けて、疾病対策予防センターと、公衆衛生局は、この実験を総括するため即席の諮問会議を招集した。この会議では、男性たちが実験において、診察や治療といった単純明快な言葉に同意を示していた、ことは確認されたが、彼らは、 この実験の本当の目的については何も知らされていなかった。会議はこの研究が医学的にも正当化されないと判断し、実験の終了を指示した。この研究が終わりを迎える1972年までに生きていた被験者は74人しかいなかった。最初の399人のうち28人が梅毒で亡くなり、100人が梅毒の合併症により亡くなった。 彼らの配偶者40人にも感染が確認され、19人の子供が先天梅毒を持って生まれた。タスキギー大学歴史遺産博物館にはアメリカ合衆国政府がダンカーライズに変えてロイド・クレメンツ・ジュニア宛てに発行した小切手が展示されている。ロイド・クレメンツ・ジュニアはタスキギー梅毒実験の被験者の子孫の一人である。彼の祖,祖父である。 ダンカーライズとおじであるルディ・クレメンツ、シルベスター・カーライズの二人も実験に参加していた。シルベスター・カーライズがタスキギー・バイドク実験に関わったことを示す法的文書の原本もこの博物館には展示されている。ロイド・クレメンツ・ジュニアは歴史研究者のスーザン・レ・バビーと共に自身の家族と実験の関わりを明らかにする仕事を続けている。 実験の参加者とその子孫のため後に全米国人地位向上協会が起こした集団訴訟に対する和解案の一環としてアメリカ合衆国政府は1000万ドルの支払いと実験から生き残った被験者とその家庭で感染した家族に無償で治療を提供することに合意した議会では将来的にこのような虐待行為が発生することを防ぐための規制を行う権限を持った 委員会の設立が決まった。この実験を調査する中で蓄積された資料はメリーランド州ベセスダにあるアメリカ国立医学図書館に収蔵されている。実験の参加者をアメリカ公衆衛生局が簡単にまとめた、氷1974年国家研究法が成立し、人体実験に関わる研究について調査及び規制を行う委員会が設立された。 保健福祉省内にも、知見の監督を行う被験者保護局が設立された。その後こうした研究においては、インフォームドコンセント、診断についての双方向的コミュニケーション、実験結果の正確な報告が求められるようになった。研究調査を行う組織や病院においては、非専門家も交えた、知見審査委員会が設置されることになり、研究計画の審査や、 患者の利益保護の監督が行われた。1994年、全校の名を借りた悪用、タスキギー梅毒実験とその遺産と題したタスキキー実験についての学際的なシンポジウムがバージニア大学で開催された。その後、当事者たちがタスキギー梅毒実験遺産委員会を結成し、シンポジウムで提起されたアイデアの実現に努めた。そして、 同委員会は1996年5月には最終報告書を提出した。この委員会には2つの密接に関わり合う目的があった。1つは大統領ビル・クリントンがこの研究に関して政府の過去の間違いを認め公式に謝罪すること。もう1つが関連する行政機関は被害者が受けた傷を癒すための施策を練ることであった。 そして翌年の1997年5月16日、大統領ビル・クリントンは公式に謝罪を行い、生き残ったタスキギー研究の被験者をホワイトハウスに招いて式典の場を設けた。彼の謝罪の言葉の一部は次のようなものだった。やってしまったことをやってないことにはできない。しかし、口を開くことはできる。顔を背けることをやめることはできる。アメリカ人を代表して、 あなたたちの目を見つめながら、私たちはやっと言うことができた。合衆国政府のしたことが恥ずべき行いだったと、そしてお詫びの言葉を。我が国における黒人の皆さん、あの研究を組織化した連邦政府の行いは、あまりにも明白な人種差別であったことをお詫びいたします。この時8人いた存命中の被験者のうち5人がこのホワイトハウスの式典に出席している。 大統領が謝罪したことで遺産委員会の二つ目の目標も達成に近づいた。連邦政府の後押しにより国立研究医療生命倫理センターがタスキ議員に設立され、1999年には正式に開設されて黒人や十分な医療サービスを受けてない人々の研究や医療に潜む問題を探る仕事が進められた。2009年にはこの生命倫理センターに 遺産博物館が開設され、タスキギーのニグロ男性における無治療状態の梅毒の研究に参加した何百人という被験者の検証が行われた。タスキギー梅毒事件における虐待が暴露されたことで、黒人社会がアメリカの公衆衛生政策に寄せていた信頼は深刻な形で裏切られたと考えられている。また多くの貧しい黒人男性が、 定期的な予防ケアから足を遠のけることにつながったとも言われる。1999年の調査では黒人の80%がタスキギ梅毒実験に参加した男性たちは梅毒を注入して感染させられたと考えていた。全米経済研究所の2016年の論文では1972年の歴史的なタスキギ梅毒実験の曝露は 医療不振や致死率の上昇、通院と入院を問わず年配の黒人男性患者と医師の交流の機会の減少が起こっていることは無関係ではない。我々の試算では発覚以降、黒人男性の45歳時点での平均余命は1.4年も減少している。この年数は1980年時点での男性の黒人と白人間での平均余命の差の 約35%を占めている。一方で、タスキギー実験について知識を持っている黒人男性ほど医学研究から遠ざかるという命題を否定的に見る研究もある。あるアンケートによれば、この実験について黒人は白人より4倍以上も知っていると言えそうだが、一方で生命医学の研究調査に参加したいという意欲については、 黒人の方が白人よりも2倍から3倍高いと言えた。別の論文でも黒人が研究調査の対象となることを断るときにタスキギー実験はほとんど考慮されないと結論している。医学的研究に被験者として参加しようという黒人の意思を調査する論文はあっても人種的なマイノリティが同じような研究をどう考え、 参加しているのかというテーマと関連づけて一貫性のある結論を出しているわけではない。わずかにそういう研究があっても、その評価を留保せざるを得ない要因の一つが、そういった論文において、実験に対する認識の意味合いが大きく異なるからである。例えば、認識の度合いは評価関数として意味があるように思われるが、タスキキー実験について認識があるとされる人は、 大抵結果や論点について誤解しており、この実験についての認識があったからといって、それが科学的調査への参加意欲がないことと確実に関連付けられるものではない。ある意味では、梅毒実験を通じて醸成された政府に対する不信感もあって、1980年代の黒人社会にこんな噂話が根強く囁かれた。それはすなわち HIV、エイズの流行は、 政府の責任である、なぜならある、種の実験として意図的に、黒人社会へウイルスを持ち込んだからだ、という筋書きだった。1992年2月、ABC のテレビ番組、プライムタイムライブにおいて、ジャーナリストの J シャドラーが、公衆衛生局で1950年から1957年まで、実験を監督したシドニー・オランスキーにインタビューを行っている。 被験者たちに伝えられた嘘について質問が及んだ、オランスキーは、こう答えた。都合がいいことに、彼らは、実際読み書きが不自由だった。何が良いかといえば、新聞が読めないからだ。そうでもなければ、実験が進むにつれて、彼らは新聞を読み出して何が起こっているかに、気づいただろうから。タスキギー実験は、人種と科学という問題を浮き彫りにした。 この実験のみならず、アメリカにおける様々な人体実験が明るみに出たことで、生物医学及び行動科学研究の被験者保護のための全米委員会や国家研究法が作られた。後者により、ある団体が連邦政府の支援を受けるためには、知見審査委員会を設けなければならなくなった。 外国法に則っ,ったプロセスで同意を得たとしても、同じような保護を与えるものであれば代替されうるが、法律か大統領令が別の方法を要求しない、限りは連邦官報に告示されなければならない。作家のジェームズ・ジョーンズは、黒人のセクシュリティに固執する意師の問題を指摘している。つまり黒人は性病に感染した人とも喜んで、性的交渉を持とうとすると考え、 それが病気にかかるのは自己責任だという論法につながっているというのである。ブリッド・ラサートはこの実験計画がどのように実施され、その目的がどう変化したかを論じている。彼によれば、この実験は特許による英立追求が目的化した生物工学におけるアメリカの優位を確立しそれを維持するために人間を培養しようのない病の天然資源あるいは、 動物とみなして、経済的に搾取することであった。情報が与えられていなかったために、タスキキー実験の被験者たちは自分たちの役割や、取りュール、選択肢について、十分な知識がないまま実験に参加するよう、操られていた。20世紀後半から、臨床試験には、治験委員会の設置がセットとなり、研究に関わる被験者については、 全員に意志と自発性が求められるようになった。ミス・エヴァーズ・ボーイズ・アルフレイ・ウッダードとローレンス・フィッシュ・バーン主演の映画。11のエミー賞にノミネートされ、4つのカテゴリーで受賞。ありがとうございます。